You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can. みなさんこんにちは、釣れない釣りログのあきです。私たちは今年もまた伊豆大島にやってきました。大好きなこの島にまた2人で来れたことに感謝して、今しかない私たちの最高の思い出をここに残させていただきます。はまた伊豆大島に出発します。もうちょっとクーラーボックスとこのリュックで荷物パンパンなんですけど、もう今日は餌とか釣り具とか大量に詰めていきたいと思います。今から友達と合流します。帝国通り23時に出港するサルビア丸に乗船。都会の夜景にはしばらくのお別れです。伊豆大島岡田港へ到着しました。車を借りたらいよいよ私たちの島遠征が始まります。朝のコーヒーをチャージしたら早速釣り場へと向かいますが、楽しみにしていた伊豆大島での1投目ですが、時間帯と風向きのせいか釣り場はなかなかの強風。それでも少しでも糸を垂らすべく、ブラクリにサバ餌をつけて海の中に落としてみます。島の釣りはいつだって風と付き合っていかなければなりません。いろいろやりたい気持ちを抑えて、今はできることをやってみます。お天気にはかなわないのが人間なので、今日はまったりできそうな釣りを楽しみます。持ってきたサバ餌を針につけて、大きめの重りをつけて投げて置いておく釣りに変更。少しだけ夏の終わりを感じる島の風を浴びながら、思い思いに竿を出します。宿にチェックインした私たちは船でほとんど眠れなかったので、少し仮眠をとって休憩することに。
ほどの釣り場に戻ってきた私たち。最高のロケーションなのですが、まだ風は強いようで、どれだけ釣りができるかもわからない状況です。今回もまた出会えました。ウミガメのお出ましです。会えるとつい嬉しくなっちゃいますが、釣り人さんはそうじゃない方も多いはず。風の噂でウミガメを見たらその時間は釣れにくいと聞いたのですが、その噂は本当でしょうか。安全を考慮した上で少し竿を出してみます。何かがツンツンしているような違和感を感じます。なんとなく予想はしていたけど、やっぱりそうか。風も強くできることも少ない中、しばらく頑張ってみるのですが、北枕だけが遊んでくれる時間が続きます。日が暮れるまで続けましたが、反応なし。すっかり暗くなってきたので別の釣り場へと移動してきました。これなんだろう。早速水面に何かの群れが見え、島に来て初の魚影につい嬉しくなってしまう私たち。なんかすごい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 、何してんの。こういう釣りは大好きです。わかります。しかし全く反応を示さないお魚たち。釣れないタイプね。私はここで何をしていくかというと、実は日中使っていた遠投さびきを準備。ケミホタルも光らせていきます。コマセをカゴに入れたら、暗闇の海に投げておきます。もう一本の竿は胴付き仕掛けをつけて海底調査を実行中。おー、なんだなんだ。あれ、得意の海底調査では熱帯魚のような小さな赤いお魚や、かわいい黒星イシモチが連れてくれます。今回の旅もキッチンのある宿を選んだので、何かお持ち帰りできたら嬉しいけど、島での居酒屋開店を目指し仕掛けを海に沈めていきます。いない。するとついにその時が。急に重さを感じる引き、一体何？慎重に巻いていきます。でかっ、でかっ。釣れてくれたのはなんとカサゴです。大
きさが分かりづらいかもしれませんが、おそらく今まで私が釣ったカサゴの中では最大サイズなのではないでしょうか。超でかい。過去最高記録のカサゴ。伊豆大島では来るたびに中畑に遊んでもらっていましたが、カサゴもいたんだと嬉しい発見になりました。夜の慈愛なのか、海の中が少し賑わいを見せてきたようで、アタリも増え、餌が取られるようになってきました。竿が微妙な動きを見せたので慌てて戻り、そっと手に持ち、あたりを感じます。この時はまたカサゴが釣れたと思い、意気揚々と巻いています。しかしその姿を見た途端、もう冷静ではいられなくなります。あげてみます。実は今まで何度か挑戦してきていたアナゴ釣り、まさかこんなところで出会えるなんて、感動の瞬間です。つるつるにょろにょろの綺麗なアナゴ、カサゴと一緒に宿にお持ち帰りして居酒屋開店決定です。その後もカサゴの慈愛は続き、軽く投げたらすぐにヒット、十分な大きさはありそうですが、さっきの子より小さい子は今回はリリースさせていただきます。ここに来て友達のサブに異変が。でかいね。なんとここで今日一サイズのカサゴの登場です。あまりの大きさに一瞬カサゴじゃないかと錯覚する私たち、友達が過去最大サイズの巨大カサゴを釣り上げました。このサイズが堤防から釣れるなんて、友達本当にお見事です。こちらは私が釣ったやや大きいサイズのカサゴ。鱗を取ってさばいていきます。宿のキッチンでは手早くあるもので美味しくが理想。こだわりすぎずにどんどん進めていきます。ぬるぬるのアナゴ、まずは粘りを取るために塩を振って手でネバネバを取っていきます。包丁の後ろでさらにぬめりを取ったら、どうにかこうにか背開きにしていきます。さらに難関の中骨を取ったら、さばく作業は一通りおしまいです。
みりん、お醤油、酒、お砂糖、いい感じにちょっとずつ鍋に入れたら火にかけて沸騰するまで待ちましょう。カサゴは片栗粉をつけて油で揚げていきます。友達の釣った釣りログ史上最大サイズのカサゴです。缶ビールと比べてもこのサイズ感、これは嬉しい超過です。カサゴの唐揚げは外はサクッと軽く、中はホクホクの白身、シンプルにお塩でカサゴの味がさらに引き立ちます。今までお刺身で食べる機会の少なかったカサゴですが、これだけの大きさがあれば食べ応えは十分。釣ったばかりの新鮮な身は食べ応えのある弾力とほのかな甘さを感じ、釣り人だから味わえる贅沢な一品となりました。まさかの出会いを果たした伊豆大島産のアナゴ、ふっくら柔らか、旨味の詰まったアナゴの煮付けは絶品。自分で釣ったアナゴをいただけるなんて、なんだか感動してしまいました。ちなみにこちらは買ってきた伊豆大島名物べっこう漬けのお寿司、島唐辛子醤油に漬けられた白身がピリッと辛く、こちらも美味しくいただきました。海鮮、今からちょっと磯の方に行ってみたいと思います。風が大丈夫そうなことを祈って頑張りたいと思います。この斜面を下り岩場を越え海を目指すのですが、なかなか険しい道になるのでカメラはオフにして足元に集中します。とりあえず浮きさびきの仕掛けを準備して投げてみることにします。興奮と怖さと自然をこれでもかというほど浴びる磯辺の釣り、堤防釣りとはまた違うこの感覚は忘れられません。浮きさびきを投げつつ、別の竿ではサバエサのぶっこみ釣りを準備。その時は突然やってきます。突然の強烈なヒット、強い引き、持っていかれないように必死で巻き上げます。
ばいやばいやばいやばい。しかし、ああバレたー。アドレナリンやばい。釣り上げることはできませんでしたが、大興奮のファイトとなりました。その後もルアーや浮き釣りをしたりして、磯での釣りを思いっきり楽しみました。磯での奮闘に疲労困憊した私たち、癒しを求め穏やかな堤防へとやってきました。ここでなんと友達の竿にヒットです。ついに水面まで上がってきました。光ってる光ってる。一体何が釣れたのでしょう。友達が釣り上げたこちらのお魚、カンパチの子供でした。友達が一匹釣れたので、私もさらに頑張りたいところ。浮きに変えたり、ルアーを投げたり、いろいろと試してみます。ここに来てふと水中カメラの存在を思い出します。賑やかな海の中、覗いてみたくなりました。久しぶりに海の中を見てみましょう。伊豆大島の美しい海の中に水中カメラを落としてみると、早速たくさんのお魚が出迎えてくれました。蒔絵に集まってきたのはチョウチョウウオの仲間でしょうか。北枕も興味津々で近づいてきます。テトラの方にカメラを落とすと、タカベの群れに出会うことができました。美しい伊豆大島の海の中にはこんなに鮮やかな世界が広がっていました。太陽が傾いてきた頃、最後に何か一匹と残ったエビエサを浮き仕掛けにつけて投げていきます。夕暮れ時の堤防、ラストチャンスを信じて竿を出します。エビをつけていた浮き釣りの仕掛けに何かがヒット。そこまでの重さは感じませんが、横に走るような独特の引き、恐る恐る巻き上げていきます。
連れてくれたのは宮古島以来の久しぶりの再会。そう、あの子です。タツが連れてくれました。とんがった口先、キラキラの体、これは紛れもなくタツです。最後の最後で一匹どうにかして釣り上げることができました。宿に戻った私たち、今日釣れたダツと残っていたガサゴの実をおつまみに飲み始めます。釣れてくれたダツは天ぷらに、残っていたガサゴの実はそぎ切りにしてカルパッチョ風に。ダツは細い子だったからか脂があまり乗っていなかったようですが、一日寝かせたカサゴのカルパッチョ、こちらは絶品。寝かせたことで身が柔らかくなり食べやすく、旨味と甘みも増えたような気がします。レモンがなかったので旅の道中つまんでいたみかんで代用しましたが、とても美味しく仕上がりました。たくさん遊ばせてもらった伊豆大島の海に感謝を告げたら、都会の街へと帰ります。たった1時間半で引き戻される現実、さっきまでの海の色はもしかしたら夢だったのかも。でもまだもう少しだけ夢のままでいたい。まだ切り替えられない気持ちを乗せてフェリーは竹芝桟橋へと着岸します。大好きな伊豆大島の釣り遠征、今年も大満足の旅となりました。今日の動画も皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。